こんにちは。お部屋の片付けが全然できなくてすごい困ってたり、でも折り紙とかレジンするのが楽しくて散らかしまくっていたりします。でもなんか写真を撮ってからにするやつで、動画見てるっていう写真を撮ってするやつでお金稼げたって思っとったのに、それが詐欺っぽいっていうことをお姉ちゃんに指摘されて、しかもなんかゆかりが失敗してしまってそれでダメになって、なんかやっちまったっていう感じです。ピアスは作るの楽しいのに、こうやってダメなことが一個あると沈んでっちゃう自分がいるから、なんかモチベーション持っとかないとなって思って頑張んないとっていう感じもあったりです。ごめんなさい、なんか今ごめんなさいが強すぎて、被害妄想とかすごい、なんちゅうの、妄想の世界の話のすると、飛行機事故のお兄ちゃんと今回の地震の飛行機の事故のが被ってしまって気持ち悪くなってて、なんかいつか味噌汁を食べに来るんじゃないかとか、あのお兄ちゃんは汁は好きだけど具はあんまり食べない人だったなとか、それがなんか安さんがそうだったなとか、リンクしてしまってつなげて考えてしまう癖が出てきてて辛いっていう感じです。全然強くもないし全然体弱いし、左側が全部痛いんだよね。だから後ろからトントンされるのとかもすごい嫌いで、人混みとか本当は怖いのに初詣でも行ったから仮にしては頑張ったっていう感じだったんだけど、疲れちゃった、はあって感じ。今度こそだるまをどっかででも手に入れようかなって思っているけども、スーパーに売ってたらいいけどなっていう感じです。じゃあね。